さあということで、今日はですね、なんと市川町でこちらの円樹寺さんですね、円樹寺さんの方でなんと、寒水魚という、この一番寒い冬の時期に水をかぶってこう、まあ、狩猟するっていうのを体感する、仕事に来ております。BS 吉本の生中継ということでね、もう現状めちゃくちゃ寒いんですけど、この後ふんどしで水をかぶるという、若手芸人の仕事でございますんで頑張ります。42歳22年目ですけども頑張ります。なのでまあまあ夜中なんで、夜中と夜なんで、まあ、今は夕方なんですけども、今からちょっと気合入れていきたいんで、ちょっと皆さんぜひ見ててください。いけるかな。今日の場所がこちら、水行場、水行場、水行場、ここですね、この石岩の裏側でやるわけですね。あ、住職よろしくお願いします。ここですね、うわここですわ、ここです。だここのこのまずここに水がガッとあって、これをこうガッとかぶる、もう神棚があってバッとかぶるね、ご一緒ね、バッとここで、こちらも滝水バーッとくるんで、そこにガーッと当たるという、これをちょっとやりますんで、ちょっと緊張してきたな。寒ないですか。水かぶるんですけどね、あったかくはないと思いますよ。そうですね、でもそんなめちゃくちゃ寒いわけでもない。今日なんかお湯です。お湯ですわ、今日なんかはほんまに42度の一番ええお湯ぐらいの気持ちで行かせてもらいますんで、ぜひ楽しみにしてください。さあということで、こちらなんとですね、市川サービスエリアでございます。こちらにはね、なんと名物商品が食べれるんですよ。それはこちら、なんと多治見の卵を使った親子丼、これもうめちゃくちゃ美味しそうですよ、最高でございますわ。まあなんかスプーンもついてるんですけど、僕意外とこういうのを箸で食べたタイプです。わかりません、ね、分かる人分かると思うんですよ。この沈み潰しますか、さっき。潰します、いきますよ。これもう、うわーめちゃくちゃしっとり、しっかりした、これはエグい、まあ、難しい。はい、これいただきます。あ、うまっ、めちゃくちゃ濃い、うわ卵濃いわ、すごいにしますね。トロトロなわけですね、トロトロ、すごくないですかこれ、エキからエグいな。口いっぱいの幸せ。なんて言いました、口いっぱいの幸せ言いたかったの、めちゃくちゃ米粒きました。こうやってこう市川町を、まあ通るじゃないですけど、サービスエリアの途中でこういうおいしいもの食べれるし、なんとこれ市川サービスエリアは高速に乗らなくても下道からでも入れるんで、ぜひ来ていただきたい。この親子丼美味しいです。ママトロさん、ごとかでない、ごとかでないですよ。ごとでも多分ですよ。出た、出ました、ママトロさん。皆さん、水です。ここです。ここで頑張ります。じゃあ、ちょっと今から僕も水かぶるんで、皆さんの中継聞こえないんで、わーわー言うてすみません、行きます。早速、耳取ります。はい、お祈りの3回。じゃあまずお祈り。はい、お祈り。はい、行きます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、いっぱい組んで、足寄せて。はい。うわー、辛い。これどうしますか。はい、足、足、足。ちょっと足に。足。足に。はい、行きます。あーあはい、もう一回。はい、座って。座る。座る。はい、顔を、まあ、口にゆずいで、ゆずいで、ゆずいます、はい、は
はい、香りかける。はい、はい、手肘手、はい、はーはーはい、ももはーはー胸胸よ、胸三回はい、はい、股間に、残りを股間に、残り股間に、はぁー、さあ、疲れ入れて、下っ腹に疲れ入れて、じゃあ行きますよ、行きますね、まず、はい、振って、おいしい、おいしい、これ以上、肉に、お願い、お肉つきませんように、もう